野生の瑠璃売りの場所を知ってます。ちょうど今持ってますので、よかったらどうぞ。ではいただくぞ。え、カーンも歌ったのか？伝統はちゃんと把握してます。歌ったのはリーユへの民謡でしたから、ご安心を。おはー、さすがカーン、ありがとう。こちらこそ。まさか帝君の操船儀式の力になれるなんて、この出会いに感謝です。そろそろ戻ります。うまくいくといいですね。これで操船儀式に必要な準備は大体終わったぞ。花の剣は他のものより比較的簡単だから最後に取っておいたんだ。うん、勝利がリーユエで商売したらきっと起業の難しさも楽しいだろうな。そういう暮らしは過去にあったぞ。起業、開拓、何でも最初は難しいが、その分思いは込められる。しかし軌道に乗り時間が経つと、その感情は摩耗する。摩耗が多いと自分を見つめ直す必要が出てくる。でないと取り返しのつかないことになる。経験者は語るってやつだな。さて、用事は終わったし、そろそろリーユエコーに戻ろう。